X87 は X86 アーキテクチャー命令セットの内不動小数点数関係のサブセットのことである。もともとは X86 系 CPU と強調して動作するオプションの不動小数点数、コプロセッサでサポートされる8086命令セットの拡張機能であった。これらのマイクロチップは後ろに87という名前がついていた。 これは NPX としても知られる。基本命令セットに対する他の拡張と同様、X87 命令は作業プログラムの構築を厳重には必要とせず、共通の数値処理のハードウェア及びマイクロコードの実装を提供し、これらの処理を機械語ルーチンで合わせるよりも、はるかに高速に行うことができる。X87 命令セットは加算、減算、 比較の基本的な不動小数点演算だけでなく、タンジェント関数や、その逆関数などのより複雑な数値演算を含む。インテル8486以降のほとんどの X86 プロセッサーはこれらの X87 命令をメイン CPU に含んでいるが、この用語は今でも命令セットの一部を指すのに用いられることがある。 PC において X87 命令が標準になる前、コンパイラやプログラマーは不動小数点演算を実行するためにかなり遅いライブラリーコールを使用していた。この手法は組み込みシステムでは依然一般的である。インテル8087、またはそれ以降のモデルと互換性があるフープを設計、または製造した企業を掲げる。8087はインテルによって設計された。 最初の16ビットプロセッサ用数値演算、コプロセッサこれは、インテル8088、または8086と、セットで組まれていた。以下のような演算が可能である。8187は、インテル 8186CPU 用の、数値演算コプロセッサー。8188は、8ビットデータバスを、持っているため、8087しか使用できない。 8187は8186や8188と同時期には登場せず、8287や8387の後に登場した。8087と同じメインプロセッサへのインターフェースを持っているにもかかわらず、コアは8387のもので、IEE754、e、に完全に、 準拠するだけでなくすべての8387拡張命令を実行することができた。6MHz 版インテル8287インテル8287は8286のために用意されていた数値演算コプロセッサ。8086同様8286は整数計算の命令しか備えていないため、 8286だけで、不動小数点演算を行うには、独自にライブラリーを用意する必要があった。8287を8286の搭載されたコンピュータにセットすると、不動小数点計算の命令を使うことができるようになる。また、互換性のため、アプリケーションからは NDP があるように見せかけて、実際は割り込みルーチン内に、 不動小数点演算ライブラリーを組み込む手段も用意されていた。しかし、この方法は非常に遅いためあまり使われることはなかった。この手段を使わず、不動小数点演算命令をエミュレーションライブラリーにより実行していた場合は、NDP を利用するためにはアプリケーションソフトウェア自体も再コンパイルが必要であった。百八十七は当初、 強調して動作する8286と同一クロック周波数で同期して動作する見込みが立たなかったため厳密な意味でのコプロセッサではなく単なる入出力プロセッサとして設計されたこのため逆により高速なクロックで動作させることもできたまたこのことによりあまり意味はないがソフトウェア及び外部回路の工夫により 一つの8286に複数の8287を接続したり、他の種類の CPU、例えば386や V シリーズなどに8287を接続することもできた。逆に8286に他の種類の NDP を接続することも可能であった。NEC の PC-9801VX など、 8286を搭載したコンピュータには8287を指すことができるソケットが用意されていた。インテル 8287XL 後に IEEE754 への対応度を改善した 8287XL が登場した。 インテル8387は、インテルの3 2ビット CPU である8386、用の数値演算コプロセッサ。インテル最初の IEE754、多用品となった。原理的にはこれ以前のプロセッサである8087、や8287と同じである。8386を搭載したコンピュータには、 8387を指すことができる専用のソケットが用意されていた。8386SX 用には 8387SX がある。8387では、フズン、フコス、フシンコス、フプリーム1、フカーム、フカンプ、フカンプ命令が追加された。コプロセッサとのインターフェースには、 特許が取得されていなかったため、イットやサイリックスが、さらに高速に演算を行う互換品を製造していた。i487SX インテル487は、インテル486の内蔵、フプをオミットした廉価版である 486SX 用の外付けフプコプロセッサという名目で発売されたプロセッサである。実態は、 486SX の全機能を乗っ取り、フル機能の486デラックスとして働くものであり、コプロセッサというよりは、後のオーバードライブプロセッサに近い。486は、最初から、数値演算コプロセッサの機能が統合されて、開発されたため、コプロセッサは、必要なかった。しかし、後に、 数値演算機能のない廉価製品の 486SX が発売されると、それ用の 487SX が用意された。内部は486デラックスと、ほとんど全く同等である。クロックダブラを搭載した SX2 が発売されると、487SX2 が追加された。こちらの内部はデラックス2である。 原理従来の X87 シリーズは、X86 シリーズ CPU 用の数値演算、コプロセッサとして開発されているが、486は、数値演算コプロセッサの機能を内蔵する形で、開発され、外部の数値演算、コプロセッサと通信する機能を持っていないため、不動小数点演算機能のみを後から追加する、ことはできない。しかし、 廉価版として 486SX を用意したため別の方法で不動小数点演算機能を追加する必要ができた。このため 487SX は4 8 6デラックスと同等の CPU 機能を搭載しシステムは 487SX が装着された場合には従来の CPU を停止させて487 SX を CPU として動作させることとした。このようにして、システムへの数値演算コプロセッサ機能の追加を実現したが、増設により従来の 80X87 シリーズと同等の役割を果たしているように見えることから、従前の命名規則による 487SX という名称にされている。487SX 用スロットが用意。 されていない 486SX 搭載機では CPU を単に486デラックスに乗せ替えることで不動小数点演算機能に対応できる。このような考えはオーバードライブプロセッサに引き継がれた。また、486SX2 を最後にフプ非内蔵モデルは消えたため X86 用数値演算、コプロセッサは消滅した。 マルチプロセッサに対応するための機能はないので、486SX と増設した 487SX を同時に使用することはできない。ペンティアムプロ世代から内蔵のフプニエフシエモフ、フコミ命令が追加された。これらの命令は、セピードのクモフビットがセットされていれば使用できる。ペンティアム3世代から、複製部、フィエキソレスター命令が追加された。 これらの命令は、セピードの FXSR ビットがセットされていれば、使用できる。ペンティアム4世代から内蔵のフープにフィスプ命令が追加された。この命令は、セピードの SSE3 ビットがセットされていれば、使用できる。セピードで、デプリケーツフープ CS& フープ DS ビットがセットされていると、複製部命令などで、フープ CS、フープ DS を保存しない。 フリープ命令は、フフリー ST を実行した後、スタックをポップする。オペコードは DFC0i。ありがとうございます。